門の十九郎門の十九郎から1958年4月24日は明治から昭和時代前期の実業家。島賭場藩の家老、門のあたりの次男として賭場に生まれる。1884年慶応義塾、大学ぶり在学及び法律学を修了後、1891年帝国大学工科大学土木工学科を卒業し、 アメリカのペンシルバニア鉄道に入る。4年間にわたる鉄道不設工事に従事した後、退社し、欧米の工業事情を視察後、1896年、帰朝した。西洋鉄道で、新線工事長として勤務後、大倉木八郎の地遇を得て、1897年、大倉組に入り、ロンドン支店長を長く務めた後、1909年に、大倉組、副藤取、 1914年、大倉土木会長となり、1937年まで在任した。他、東京商工会議所会頭、日本商工会議所会頭、工芸電気鉄道、南朝鮮鉄道など多くの会社重役を務め、国際経済会議、国際商業会議などの国際会議にも参加した。河村瑞賢を推計し、鎌倉の県庁寺の保存に資材を投じ、 河村瑞賢墳墓保存会代表となり、1934年には河村瑞賢追憶費を混流した。ありがとうございます。